ストークスは CGS 単位系における同粘度の単位である。その名前はアイルランドの物理学者ジョージ・ガブリエル・ストークスにちなむ。1ストークスは密度が1グラム毎立方センチメートルで粘度が1、ポアズである流体の同粘度と定義されている。同粘度は粘度を密度で割ったものであるのでストリートイコール、イコール平方センチメートル S となる。ストークスは 人名のストークスにちなむものであって、末尾の S は複数型を示すものではないが、アメリカにおいては、ストークを単数型として用いることがある。複数型は常にストークスである。国際単位系には、同年度の単位には固有の名称はなく、センチメートルをメートルに置き換えた、平方メートル毎秒となっている。1ストリートイコール0.0001平方メートル S である。 ストークスは非 SI 単位であり、SI では非推奨の単位としている。日本の軽量を法においては、ストークスは国内外で広く用いられており、使用を禁止することで混乱を招く恐れがあるため、粘度のポアズとともに法定軽量単位として使用を認めている。ありがとうございます。